今日は朝からですね、派遣法の衆議院での、採決が強行されるということで、派遣労働者の方たちにですね、急遽、8人だっけ9名集まっていただきまして、朝衆議院の厚生労働委員会を傍聴、昼から衆議院の本会議を傍聴して、参りました。後で派遣労働者の方には発言していただきますが、私の方からですね、今回の派遣法の、改正派遣法のですね、問題点を3点だけ、簡単にお話ししたいと、かいつまんでお話したいと思います。言うまでもなく、今まで派遣労働というのは例外的な一時的臨時的な働き方で、これを常用的な働き方に広げてはならないと30年やってきたわけですよね。でその常用雇用の代替防止という趣旨、一時的臨時的という趣旨を全面的にこれ撤廃して、派遣、永久の派遣が可能となる派遣法のですね、全面自由化の法案です。使う方から見ればですね、派遣労働者を3年に1回取り替えれば、すべてのあらゆる業務で派遣でやれるということですので、これからですね、使用者が使う側の企業のですね、採用によっては正社員いりません。正社員がいらないあらゆる業務で派遣で、ずっと永久にやれるという法案です。なので我々はこれは派遣法の全面解約であり自由化であるということで反対してきました。それと、もう一つはですね、維新が修正に応じたということですが、同一賃金同一労働同一賃金法ですね、野党3党で出したものですけども、これが骨抜きになってですね、派遣労働者は我々もそうですけども、一番何を求めているかというと、処遇、賃金、その他の労働条件の改善なんですね。同じ仕事をしているにもかかわらず、派遣先の正社員と著しい賃金の格差、労働条件、その他の格差があると。賃金に関しては 1.5 倍から2倍の格差がありますし、その他ボーナスも手当も交通費ももちろん退職金だって出ないと、福利厚生だってない、そういう著しい格差があるので、これを縮めてほしいというのが一番の思いなんですね。でそれが同一労働同一賃金法に託されていたわけですが、これがですね、職務の業務に応じた均等な待遇を実現するというふうにもともとなってたのが、これがですよ、当該業務に伴う責任の程度、その他の事情に応じた均等な待遇および均衡の取れた待遇の実現というふうに、均衡の取れた待遇の実現というものが入ってしまって、しかも1年以内に法制度上の措置を取るとなっていたのが、3年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講じるというふうになっていて、この2点でですね、完全に骨抜きにされました。均衡の取れた待遇というのは何とでも言い訳ができるんです。派遣労働者の採用形態が違う、雇用形態が違う、責任が違う、雇用期間が違う、もうあらゆることを言って均衡の取れた処遇にした結果この賃金ですといういくらでも言い訳ができます。それから3年以内に法制上の措置を含む必要な措置というとですね、法制化する必要ないんですよ。法律にする必要ない。これはガイドラインでも通達でも、まあ言ってみれば何でもいいんです。何か措置を取ればいいということで、これも完全に骨抜きで、法的な義務にしないと意味がないんです。それがこの今回 その均等待遇を実現を求める派遣労働者に対する裏切りであるというふうに我々は思います。でもう1点、最後になりますけれども、専門26業務の方たちの雇用不安の問題です。我々この今回の改正法のですね、議論が始まってから、専門26業務というのは例外的にですよ、この専門的な働き方ですから、派遣期間の制限がなく、永続的に働くことができた、まあ、派遣という働き方であっても雇用は安定してたわけですね。ところが今回の派遣法の改正によって、専門業務も一般業務も全て枠を取っ払って一律3年で切ると、3年までと、働いている人は3年までということになりましたので、その26業務の人たちがですね、特に高齢の方たちがですね、雇用を失ってしまうという不安で、実際に雇用を切られる、もう予告までされているという相談がたくさん来ています。
それに対してきちんと手当てをしないとまずいんじゃないのかと何回も警鐘を鳴らしましたが、それを無視して今回派遣法の改悪を強行されたというのは極めて遺憾でありますし、もう参議院に送られるんでしょうけども、こんなものは廃案にしていただきたいというふうに思って今日抗議の記者会見を開くことにしました。